el hotel. No, el hotel. はい、皆さんこんにちは。みんなです。タカです。キーブログです。今日は、レトロタクシーを貸し切って、ミニアレスという街をちょっとだけプラプラ観光します。まず初めに行くのが、インディアンケーブっていう洞窟に行きます。面白いらしい。行ってみましょう。ラインディアンケーブ。シー、ペロ。El hotel, no, el hotel. Finito. Finito. Después. Sí. Primero ending day. Sí. Corazón 全体が痛い、背中が痛い、お尻も痛い。なんで？私初めて馬に乗った。で3時間馬に乗ったらもう本当に筋肉痛でやばいよ。レナは運動不足ということです。そういうことです。ということで入り口着きました。ワンちゃん、はい。ということで入場料は1人5ドル見えませんね今手振ってたはい、はい、早速ね洞窟の中に入ってきました。すごっ。あれあんま響かない。なんかディズニーのアトラクションみたいじゃない？階段がね、ちゃんとした階段あるし。わお。わあ、高。ちょっとカメラでどんだけ撮れてるかわかんないけど、暗いとね全然撮れなくなっちゃうよね。洞窟の中とかこういう暗いところはね携帯の方が全然明るいから。狭っ。太ってる人は通れなくない？これ私は太ってないということでよろしいですか？レナもうちょっとしたらお尻挟まるんじゃないここまた狭っ。うわ冷た。上からなんか垂れてる。頭に垂れた。上からめっちゃ水垂れてる。わお、人めっちゃいるじゃん。ダメなの？船に並んでるかもしれない。あ、こっからボートに乗れるのかな。ボートに乗ります。おお。前から船が来ました。キューバンボーティー、かわいいでしょ。チェ・ゲバラ、キューバの帽子。違うか。キューバ帽子。チェ・ゲバラ。ハマキケースもある。ここにもチェ・ゲバラ。T シャツも売ってるね。もう基本的にチェ・ゲバラ。おお。何これ。川。川のポスターみたいな。30ドル。それは家に。これとかかっこよくない？そう、これね。はい、さっきのねタクシーに乗ってまた違う場所に移動していきます。ほい。わー、ナイス。はい、
今タクシーに乗って家に帰ってきましたから、ちょっと家をしようかな。キューバのホームステイ、傘、ピンクの家、めっちゃ可愛い。鳥が待ってる、めっちゃ飛んでる。ほらめっちゃいい匂い。台所だね。おばあちゃんもいる。ほらで、こっちこっちこっち、こっちが私たちの部屋です。よいしょ。Todo bien? Good? Sí, bien. Very good. La cena a qué hora? はい、部屋はまあシンプルで、2つのベッドがあって、プライベートのバスルームがあって、扇風機とかエアコンもちろんついてます。お湯も出るし、まあ、トイレとシャワー。ベーシックだけど、まあ一泊2000円から3000円だね。多分どこの傘に泊まってもそんぐらいの値段。そうで、なんかもう料理してくれる、まあそれまた別料金だけど、キューバの家庭料理って感じ。そう、普通にうまい。私たちのスタンダードの中で普通。そう、俺らがいつも世界一周で泊まってる宿の中で言ったら多分中の上ぐらい。そうかもしれない。だからもっとひどいところにも泊まるし、そうだね、もっとまあいい感じのところにも泊まる時もあるし、まあ国によってだね。まあだからこれぐらいがな、まあスタンダードレベルだね、これぐらいが。そう、まあ汚いと思った人は世界一周はこんなもんすよ。汚くないよね、別に。私別に汚いと思わない。なんかシーツが綺麗だし、ベッドが白いシーツがあって、お湯があって電気ついて、ご飯が食えれば満足です。エアコンがもうこんなん極上だよね。今からはリラックスして、7時に夜ご飯食べて、今日は終わりになります。バイバーイ。トリニダードっていうところに移動してきました。昨日移動して、全部の建物がカラフルで、なんかこう本当にすごい低い1階建ての建物がずっと街中広がってる感じだから、なんだっけ、何これ。おー。